皆さん、こんにちは。ネットビスアナリスト、横田修林です。今日は、今書いている小冊子のブランディングっていうものについて考えてみたいと思うんですが、ブランディングってなんかね、ちょっと難しいようだし、いろんな考え方があるんですけど、ちょっと僕はですね、他の先生方とはね、全然違うちょっと切り口で、今回小冊子を書いてるんですけど、まあ、その中に入りきらなかった事例ということで、一個紹介したいのがあります。こちらをご覧ください。はい、固有名詞で Google 検索結果1位を取れる会社名にするっていうことがすごい重要です。例えば、うちの会社の名前がね、僕の名前が横田だから、例えば株式会社横田みたいな名前にした場合ですね、横田っていう名前で、Yahoo、Google で1位を取るってかなり大変ですよね。実際、取れてません。新潟市の場合は、新潟市で横田って検索したら、僕の会社が一番上に出るんですけど、それは新潟だけの話で、その地域ビジネスをやってるんであれば、まあそれで1位取れれば、それはそれでも OK なんだけど、まあ全国展開している、もしくはネット通販されている場合には、1位取ることってなかなか容易ではないと思うんですよね。で、実際に僕の例で言えば、この横田の名前では、位置情報をオンにすれば1位だけど、オフにすればこの風に出てきません。で、ただ、横田新潟って検索したら、ありがたいことに、横田新潟の1位に行って私のホームページなんですね。なので、ということは、新潟県においては、横田で一番有名な人って僕なんですよ。実はね、いろんな有名な方実はいるんだけど、横田っていう名前に関して言えば、新潟で一番有名らしいってことなんですよね。だから、その新潟でビジネスをやってるんだれば、横田新潟で1位でも全然 OK なんだけど、そうじゃないんであれば、会社名が1位に出ないと、会社名で検索してねって言えないんですよね。会社名で検索したら2ページ目にあります。じゃあ、ちょっとやっぱ弱いんですよね。だから、やっぱ1位になるためにはどうしなきゃいけないかって言ったら、1位にしかなり得ない会社名すればいいわけですね。つまりそれは、みんなが使っていない会社名を考える。弊社の場合では、インスパイアって、なぜ E って伸ばしてるかっていうと、伸ばさないインスパイアいっぱいあるからです。伸ばしてしまえば、同じ名前の人がいないので、すぐ1位が取れるからです。このようなことを考えておくと、インスパイアさんっていいよとか、インスパイアって、どうなのっていう時に、インスパイアって検索したら、すぐ見つけてもらえますよね。そうすると、ああ、こういう会社なんだって知ってもらうことが、ホームページでできます。これはね、すごい重要なんですね。自分の会社が、ブランディングするためには、自分の会社名を覚えてもらう、自分の会社名で検索してもらう、そしてホームページにたどり着いてもらうということが、大事ですからね。指名検索、指名買いしてもらうためにも、会社名をね、ぜひ意識してみるといいかなと思います。はい、今日は、ブランディングの一つのノウハウということで、紹介いたしました。ネットビスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。